ー、こういうのマジで苦手だー。冷たいのが飲みたいけどどうやるんだっけ。まあ機械だしアイスをしゃ勝手に冷たくしてくれるでしょ。合ってるよね。アイスをしたよね。超濃厚なホットコーヒーの出来上がりだー。くそー、だから苦手なんだー。この動画は、ミニペケちゃんこと GSXS125 にまたがる、マグロユッケによる元ブログだよ。ゆっくりしていってね。というわけで改めまして皆様おはこんばんちは。はじめましての方もそうでない方も、皆さんどうもマグロユッケですよ。ぜひ覚えて帰ってね。して今回の動画は、前回の動画撮影中にしれっとミニペケちゃんが1万キロを突破しておりましたので、ありがちですが 125cc に1万キロ乗ってみて気づいたメリットデメリット。加えて1万キロの間にミニペケちゃんがどう変わってきたのかも紹介していこうと思うよ。差し支えなかったらチャンネル登録もよろしくね。では早速行ってみよう。まずは後味がいいようにメリットは置いといてデメリットの方から紹介するよ。まずはデメリットその1。自動車専用道路を走れない。これが一番でかいです。あとデメリットの方でも紹介するんですが、昨今の 125cc は非常に航続距離が長いです。それゆえ、ツーリングに行くにしても結構ワクワクしながら、はるか遠くの地を Google マップで眺めてたりするんですが、どうしても毎回下道縛りの壁にぶち当たります。高速や専用道を使えば1時間でたどり着けるようなところも、下手したら2時間や3時間かかってしまうのが 125cc 以下です。だからほんとは少し前にあった SSTR という、全国津々浦々のライダーが一斉に渚ドライブウェイに向けて走り出す、超絶楽しそうなバイクイベントが行われていたのですが、どう調べても日の出から日の入りまでにゴールできそうにはない距離だったので、Twitter で楽しそうなみんなを眺めつつ辛酸を舐めておりました。あとはちょっと興味込んでるなぁ。ポインターあんじゃんワープしよ。というのができないのもでかいですね。四輪の渋滞に飲まれるしかないです。ミニペケちゃん空飛ぼ。続いてデメリットその2。バイクに詳しくないドライバーが原付だと思って無理やり追い越してくる。まあ言っても原付なんですが 50cc とは制限速度も違うしナンバーの色も違います。わかってる人はそうそうピンクナンバーをまくったりはしないんですが、それでもやはり一定数の車にはなめくさった運転をされます。大型トラックなんかがまくってきた日には生きた心地がしないよ。そしてデメリットその3。これはマグロユッケの中では逆にメリットでもあるんですが、坂道になるとパワーが足りなくてシフトダウンを余儀なくされます。まあしかしマグロユッケ派そんなあがきもがいてるミニペケちゃんが楽しくてしょうがないので、果たしてデメリットなのかというところです。3足4足で脳死ツーリングしたい人には向いてないかもしれませんが、勝てそうで勝てない相手に挑むのが好きなタイプの人はメリットかもね。あれ結果負けてるのか。て最後の4つ目のデメリットは、横風にめっぽう弱いことです。125cc は 250cc よりは軽くて扱いやすく、いいおもちゃと言われるほどの気軽で手軽なサイズのバイクですが、その軽さ小ささゆえ、横風相手には手も足も出ないです。今までもヒヤッとすることが何回もあったよ。以上マグロユッケが1万キロ乗ってみて思ったデメリットだよ。そんなに不満は感じたことなかったけどいざ考えてみると案外出てくるもんだね。まあでもやっぱり 125cc はメリットだらけなので、早速行ってみよう。メリットその1。なんといっても維持費がめちゃくちゃ安いよ。税金、保険、ガソリン代に修理代。何をとっても 125cc より上のバイクより格段に安いです。まずは税金で言えば 250cc は3600円のところ 125cc は2400円。そして保険ですが 250cc クラスだと加入者の年齢や条件で大きく変わりますが、年間2万から8万くらいが相場のようです。しかし 125cc は自分や家族の車の保険に特約として付けれるので、これも多少開きはありますが年間 7000 円から 9000 円ほど。実際マグロユッケは年間 8000 円ちょっとだよ。めちゃくちゃ安いね。燃費の面ではジグサー150とかいう化け物がいますが、基本的には 125cc の方が圧倒的にガソリン代がかかりません。修理代についても 125cc の方が工賃も部品代も安いです。あとは自分がどれだけ大切に乗ろうかって分だけの維持費がかかるよ。そしてメリットその2。50cc 以下にあるような30キロ制限や2段階右折を必要としないので、原付っていう名前がついてても車と同じ流れに乗って走ることができるよ。マグロユッケは特に 50cc の経験が長かったので、めちゃくちゃ快適だよ。2段階で曲がらないといけない交差点でこの標識に惑わされる生活ともおさらばだよ。メリットその3。デメリットのところでも触れましたがとにかく軽くて小さいので取り回しが楽です。ちょっと脇道に行って時や U ターンしたい時もささっとできるし、駐車場で向きを変えたい時もハンドルを持つだけでチャリンコみたいに動かせるよ。どんどん行くよメリットその4。ちょっとコンビニまでっていう簡単な足から、休日に羽を伸ばして県境までのんびりツーリングといった感じで、ちょい乗りからロンツーまで幅広く使えるってのもメリットだと思うよ。大きいバイクだといちいちコンビニに行くのに出すのがめんどくさくて、結局歩いたりスクーターを2台持ちしたりしてる人結構いるもんね。メリットその後。とにかく 125cc は止める場所にあまり困らないです。あまり、というのは 250cc 以上のバイクが止めれるところにハソヤマは止めれるんですが、そもそも都会には二輪用の駐輪場が整備されていなかったり、50cc のみ止められる駐輪場があるためです。しかし 125cc はやはり 250cc よりも選択肢は多いようです。というのも、法律上 50cc 以下は駐輪場、51cc 以上は駐車場に止めるのが原則なのですが、駅前やショッピングセンターなどの駐輪場は 125cc まで止めれるところが結構出てきました。逆に言えば駐車場に止めれない 50cc 以上に駐車スペースに困らないかもですね。メリットその6。後ろに人を乗せて運ぶことができるのは、50cc とは大きく違うメリットですね。実際マグロユッケもおつなさんをたまに乗せてツーリングに行ったりしていますが、ミニペケちゃんの後ろに乗るおつなさん配置も楽しそうだよ。バイクにタンデムする経験なんて人生の中であるかないか。そんな人に貴重な経験をさせてあげれる幸福感もまたメリットだね。最後のメリット。複数のメリットの総括のようなポイントですが、街中でちょっとショートカットしたい時や、山中をツーリング中にちょっとこの荒れた道の先が気になるなーってところも、ふらふらっと入っていけるのが 125cc 最大の魅力だとマグロユッケは感じています。実際マグロユッケのいろんな動画の中でもそういう場面は多いし、なんなら探検シリーズと銘打って道との遭遇を探しに行ったりもしてるしね。他にも車両価格が安いことや車検がないこともメリットといえばメリットなのですが、今や 125cc も価格が高騰してきてなんならジクサー150の方が全然安かったり、車検って言っても車みたいにバカみたいな費用がかかるわけでもないので、メリットからは割愛させてもらったよ。しかしマグロユッケが思うメリットだけでも並べてみるとこれだけのようです。人によってはメリットに感じればデメリットに感じるところもあると思いますが、これだけのメリットだらけの 125cc、ちょっとでも悩んでる方はぜひおすすめしますよ。これからガソリンの値段も大きく下がることはもうないと予想されるので、マジで今から一家に1台 125cc ですよ。で一旦場面はツーリングに変わるんですが、今回は半田方面にとんぼ帰りで向かっております。というのもこの日の前日、半田市内にリニューアルオープンするアップガレージ半田竹豊店さんの2階に、我らがかなえさんの運営するアパレルブランド元スマイルさんも携わるバイカーズオアシスなるオアシスがオープンしたそうなので、詳細を確かめに向かっている最中だよ。まあかなえさんの動画見たからもう大体知ってるというわけで海底トンネルも使ってちゃちゃっと向かうよ。海底といえば今年は竹島水族館に深海の調理やし生物メンダコは来ているんだろうか。見たいよー。そしてもう料金所障害も慣れたもんです。ポケットからパッと30円出してレシートをパッとポケットにしまうよ。そうそう有料道路が 50cc と同じ値段ってのも 125cc のメリットだね。でもオアシスはすぐそこなんですが、一旦カメラのバッテリー交換がてらこれまでにミニペケちゃんのどこをカスタムしたのか紹介していくよ。あそうそうここだけど海は汚いけど景色の綺麗なスポットだよ。というわけでマグロユッケが最初に付けたパーツがこれ。南海部品のクランプバーに、ブルースサメっていうメーカーの汎用スクリーンだよ。この2つは本当にお気に入りです。その後にスマホホルダーを付けていたのですが外してしまったので割愛。順番とかないですがこれはユーカナヤのショートタイプレバー。ダイヤルでグリップとレバーの距離を変えることができる優れものです。してててててお次はリムステッカー。貼るのになかなかコツのいる代物だったけどこれは一番見た目的にガラッと変わったよ。そしてこちらエンデュランスのリアキャリア。もともと契約条件で木島のキャリアを付けていたんですがぶっ壊れてしまい、おつなさんと協力して取り付けた超ごついキャリアです。マジで壊れるとしたらミニペケちゃんが先買ってくらいごついよ。ボックスは木島の時から付けてたやつを有料。あとのこの辺は最近の動画にも載せてるので写真で失礼。電源の取り出しなども全部動画に残してあるので、気になる人はチャンネルページから見に行ってみてね。というわけで撮影再開するよ。とか言ってもあとは2、3回曲がるだけでついちゃうんだけどね。まずは海底トンネルを通ってきて出る元の道に戻ります。トンネルを出てずっとまっすぐ行くと左折専用レーンが出てくるので左に曲がります。してしばらく行くと3つ目の交差点を右折します。ここに来るまでの道は流れが速いから気をつけてね。その後踏切を渡った先の信号を右に曲がれば、アップガレージ半田竹豊店さんに到着。この2階が例のオアシスになってるみたいだよ。奥の方にバイク用のスペースがあるけど結構狭いので、混雑時は縦列で止めてほしいみたいだよ。でも知らない人が後ろに止めちやったらなかなか出すのに苦労しそうだね。あんな感じでデカデカとかなえさんの看板も置いてあるよ。ではではバイカーズオアシス、行ってきます。というわけでアップガレージさんです。お邪魔しまーす。岡崎にもバイク用品専門のアップガレージさんがありますが、ここは4輪と2輪どっちも扱ってるみたいだね。1階は4輪用のタイヤがずらっと陳列されてたよ。というわけで早速ずかずか2階に踏み入っていきます。階段を上がって正面のコーナーには4輪用の中古パーツがずらっと並んでたよ。スピーカーやらアンプやらマフラーにエアロパーツ。どれもほとんど中古ですが今や新品がマジで手に入りにくいご時世。こういった中古用品店がマジで重宝してくるかもしれないね。そしてその奥に2輪コーナーがあります。魚隆起が置いてある。今使っているヘルメットが風見でなかなかの重量級なので、システム最軽量級の隆起割とマジで欲しいんだよな。他にもバイクウェアやシートバッグにボックス、モロチューマフラーやカウルにホイールまで何でも中古品が取り揃ってるよ。岡崎のお店にはミニペケちゃん用のマフラーもあったんだけどさすがにレアか。そしてここが目的の場所バイカーズオアシスだー。こんな感じで椅子やテーブルに雑誌やセルフのコーヒーがあったりして、ライダーが気軽に寄って一息つけるような憩いのスペースになってるよ。ここにもかなえさんがいますね。かなえさんを眺めながらふーと一息つけるというわけです。で、誰でもセルフでご利用できるセルフコーヒーマシーンがあるのですが、マグロリュッケマジでこういうのが苦手というかトラウマです。というのも昔コンビニによくある自分で入れるタイプのコーヒーあるじゃないですか。あれを初めて買った時にアイスコーヒーだかアイスカフェラテを買ったんですね。で、何のボタンを押したのか忘れましたがミルクだけで容器から溢れてきてしまって。後ろに並んでた親子にプークスクスされた時からマジでトラウマです。ほらほらまたアイス入れたつもりが超濃厚ホットコーヒー出来上がっちゃったよ。氷入れてからアイスのボタン押すのね。というわけで後から氷入れてなんとかなったので一服します。あとはこんな感じで元スマイルさんのグッズも置いてあったりするよ。赤色のステッカーがここでしか買えない限定カラーらしいので買ってきました。他にもキャップやらシャツやらアパレルらしいグッズも並んでます。うおすげえ出版社から誇張欄送られてるし上にあるのハマーさんガレージさんからですね。ちなみに誰でもライブ配信ができるスペースを準備中とのことなので、いつかハマグロユッケも使わせてもらおうかな。そしてオアシス入り口にはメッセージボードが置いてあったのでこれは落書きせずに入られません。本人までいらっしゃるし好きにやらせてもらうぜ。というわけで爪痕を残してきました。たくさんのライダーが寄り道してくれることを願ってます。そして最後にちゃっかり駐車場のかなえさんとミニペケちゃんをコラボしてもらいました。げへへへへ。というわけでいかがだったでしょうか。今回は結構 125cc のバイクとしてのメリットを紹介させていただきましたが、またどこかの区切りでミニペケちゃんを選んだメリットデメリットも紹介しようと思うので、お楽しみに。まあしかし本当に高速に乗れないこと以外はメリットの塊のような 125cc。1万キロ走った上でなおさらいろんな人におすすめしたいです。どうせ二輪免許取ったんだから 400cc 乗ってみたいのはわかりますが、一度試しにレンタルバイクなんかで借りてみるのもいいかもですよ。こんな楽しいバイクないです。ちなみに次回はレンタルバイクで初めてのバイクで高速デビューしたり、おつなさんと秘書ツーリングしてる模様をお届けする予定なので、来週もお楽しみに。それでは、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、評価、Twitter フォローよろしくお願いします。ではでは。6月で40度とかバカなの？死ぬの？